日本では最新鋭の F-35B ステルス戦闘機の導入が急がれています。護衛艦伊豆、物回収工事も第一段階が終わり、アメリカ軍による F-35B 戦闘機の認証も終了しています。今回は F-35B 戦闘機配備はニュータバル基地を詳しく見ていきますね。ニュータバル基地に配備することで中国への牽制も見られていましたが、ロシアのウクライナ侵攻により状況は一変、北海道への部隊配備も見直しとなるでしょう。また中国もロシアをかばうことで国際的な問題へと変化していきます。各国は今中国の動きを見ています。世界的孤立を招くのか動きを注視していきたいところです。2022年2月24日に発生したロシア軍によるウクライナ侵攻は、4日を経過した28日でも依然として戦闘が継続中の模様であるが、当初最悪の想定とも言えた2から3日中の首都キエフの陥落には至っていないと思われる。ウクライナへ多方向から同時侵攻を開始したロシア軍は、その兵力装備面からも優勢に戦闘を進めていくものとみられていたが、少なくともその軍事作戦の早期の収拾は困難となっているのは間違いないだろう。ハイブリッド戦とも評されるこの戦争は、実際の戦闘行為はもとより真偽不明な動画や写真が当初よりインターネット上に流布されており、まさにこの時代は正確な戦況を知ることが陳花はが困難になったと痛感させられる。通信技術や手法が発達した反面、これを逆手に取ったフェイク情報が多いという状況は、今からちょうど19年前の2003年のイラク戦争の時から考えても確実に増加していると思え、これが与える負けの側面があらわわとなった。そうした中で、ロシア軍がなかなか大きな軍事的成果を発表しないことからも、予想よりは軍事作戦が順調に推移していないであろうことは想像に難くなく、優勢な兵力にもかかわらず、かなりの損耗を受けている状態にあると推察される。このロシア軍によるウクライナへの軍事侵攻作戦が今後どのような展開を見せるのかは未だ判然としないが、これだけの行動を起こしたロシアがすんなり兵を引くとは思えず、さらなる戦力投入を行う恐れもあろう。日本でもロシアのプーチン大統領がこの開戦時に述べた、現ウクライナ政権によるロシア系住民のジェノサイドからの解放を目指す軍事作戦だという大義を是にする向きは少ないが、中にはこれを積極的に支持する声も聞こえる。その多くは、プーチン大統領は西側諸国に救う影の金融支配勢力に対して完全とその打破に立ち上がった英雄だと称賛する、いわゆる陰謀論をよりどころにしている風でもあり、まともに論じるのもはばかられる根拠なき言説だ。しかし太平洋戦争後の日本においては、これまで憲法9条を金華玉条のように神聖視して日本の軍備そのものを非難する左翼勢力が最も非現実的でかつ無益な思想であると思えていたが、これよりも質の悪さを禁じ得ない。いずれにせよ、ロシアによる今回のウクライナへの軍事侵攻が示したものは、この2022年においても主権国家同士の大将戦が正規し得るという現実であり、片方にその気がなくともいとも簡単にそれが発生するという事実だろう。国連の安全保障理事会では、自国が戦争を仕掛けた当事国であるロシアが無論その停戦決議に拒否権を発動することは目に見えていたが、中国やインド等が棄権をして
ロシアの擁護に回ったことを再認識しなくてはならない。中国がこのウクライナの件に関してロシア寄りの姿勢を打ち出したことに特段驚きには値しないが、対中国という点ではクアッドという共同戦線を張っているインドがその擁護に回ったことも記憶しておく必要はあろう。もともとインドはロシアから各種の兵器を調達しており、昨年2021年にもその方向を強化する政策を行っていることからも、軍事的な結びつきという点では非常に親密で、その今後の動向にも留意するべきだと思われる。太平洋戦争後の日本は、冷戦期には旧ソ連、現在では中国、そしてロシアを仮想敵国として、アメリカとの二国間の軍事同盟の締結によって防衛体制を構築してきたが、今回のウクライナの件でその必要性が再認識されたことは間違いない。ウクライナとのこうした比較は心苦しくはあるのだが、幸いなことに日本はアメリカとの軍事同盟の締結に加え、地政学的には孤立した島国であるため、その国土への敵国の侵攻に対しては防御しやすいという利点はある。そのためウクライナの首都キエフのように東京がいきなり敵国軍の侵攻を被るという事態の発生は考えず、雷が尖閣諸島をはじめとする南西諸島方面への中国軍の侵攻には常に備えておく必要があるだろう。従来はこの現代に武力による軍事侵攻を強行することのメリットは少なく、台湾有事を含めて中国側が実際の軍事力の行使に出る可能性は低く、あくまで軍事力を背景にした脅しによってその併合を画策すると召されてきた。しかし、もし仮に今回ロシアによるウクライナ侵攻が軍事的な目標、ウクライナの首都キエフの占領と現欧米派政権の排除に成功するならば、中国がこれに倣って台湾への軍事侵攻を決断する可能性は大きく高まるだろう。何しろ台湾にはその地の原住民以外にも大陸から逃れてきた現中国出身者が多数おり、プーチン大統領のウクライナ侵攻の大義名分以上にその保護を口実とすれば軍事行動を正当化できる要件が等しく揃っているからだ。こうした中国による台湾への軍事侵攻が現実のものとなれば、台湾自体も領有権を主張している尖閣諸島を中国が支配下に置こうとすることは確実であり、その際には沖縄の在日アメリカ軍基地や自衛隊基地が攻撃を受けるだろう。そうなると、沖縄くらいにしか自衛隊の航空機が使用可能な滑走路は現状で確保されていないため、初動の攻撃でこれが無効化されてしまえば、中国軍にその周囲の制空権を掌握されてしまう事態へ追い込まれる可能性は高い。そのため、こうした中国の動きを阻止し、制空権の掌握を防止する戦力として有効なものの一つと考えられているのが、現在航空自衛隊が調達を進めている短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型戦闘機の配備である。 F-35 ライトニング 2B 型はその最大の特性である短距離離陸、垂直着陸能力を生かして並行して航空母艦化改修が進められている護衛艦出雲や加賀の艦載機となることで、南西諸島への展開が期待されている。この F-35 ライトニング 2B 型の配備先としては、宮崎県固有軍新富町の航空自衛隊ニュータバル基地が最有力候補地として浮上しており、この計画が持ち上がった当初はそちら方面の筋から騒音を問題視する
反対意見も上がっていた。2022年2月現在ではこの問題も落ち着き、20機の1個飛行隊がニュータバル基地に新設される方向で推移しているが、ここに限らず今後の自衛隊基地や兵器調達に関して今回のウクライナ情勢を踏まえた選択がなされることを願ってやまない。くしくも現在の航空自衛隊ニュータバル基地の前身は大日本帝国陸軍のニュータバル飛行場であり、同飛行場は太平洋戦争末期に陸軍の特攻機が出撃した拠点でもあり、その絶望的な戦術を繰り返さないためにも最新鋭戦闘機の配備は重要となる。沖縄への陸上自衛隊の人に意識近い艦誘導弾の配備や鹿児島県の馬毛島への自衛隊基地新設等にあたっては、そこに基地があればかえって戦争に巻き込まれてしまうという盗作した指摘がまかり通っていた感もあった。しかし、今回のウクライナの件は、こちら側が好むと好まざるとに関わらず、相手国が軍事侵攻を決断してしまえば、それが起こり得ることを如実に物語っており、装備の古さが致命的となりかねないことも顕在化させている。